ます。やっほー。おはよう。そう、今日は朝配信。朝配信になります。ちょっとあんまりね、しないんだけども朝は。今日はね、早起きしなきゃいけないので、ついでに配信しました。早起きっていうほど早くはないんだけど。おはようございます。ちゃんと早いよ本当？まあ確かに7時早いか、うん、まあ1時間ぐらいやろうかなと思ってます。東京寒い。あ、そうな。広島もね、めっちゃ寒い、めっちゃ寒いだからちょっと温かい飲み物入れた。そしてちょっとそれで暖を取ろうと思います。寒いよ本当に。飲もう。あ、あったか。暖房つけますね。寒い。なんか意外と。ショールーム開いたらメンバー結構やってて、おーって思った。いるじゃんって。今日はねレッスンがあるのでメンバーと会えます。楽しみ昨日も一日、ほぼ一日、うん、一緒にいたのでね。今日もまあ今日は短いんですけど、楽しみよ。そう、おきちゃんもいた。そう、おきちゃんもついでにちょっと参戦してみた。いやー、あと1日で2月が終わるのがもう信じれない早い。みんな朝配信鬼早い集合なんかな。いや、そんなすっごい早いわけじゃないけど、多分みんななんか朝の時間にのルーティンに入ってるのかも。ショールーム、クマありがとうございます。クマなんか用意するならするかみたいな本当に日常みたいな。そんなめっちゃ早いわけじゃないんですけど寒い、ちょっと飲みます。伊予之助。頑張ろう。踊ったりなんやらかんやら。積雪が2メートル超えたらしい。あら、北の方かな。いやでも今日寒いんよね。なんか
窓の今近くに座ってるんだけど、窓の近くって言ったら2メートルぐらい、2歩3歩2、3歩離れたぐらいのところに座ってるんだけど、なんかめっちゃ冷気感じる。寒い。やっぱりお布団しか買ったんですね。ため息じゃダメ。外寒かった。マジか。ちょっとあったかくしていこうかな。外出るときは。みんなは今日は土曜日だからお仕事休みの人も多いのかな。ゆっくりしてくるし。ごゆっくりごゆっくりちょっと頻繁にミルクティーを飲む。なんかお湯の温度いつもより熱い気がしてすごいいい感じ。あーあったか。ゆっくりしていて、ね、ゆっくりうんする。ミルクティー好き。私もミルクティー大好き。もう一日一回は飲んでるかも最近。ホットミルクティーが良き。尾道まで行ってくる。ねえ、広島じゃないですか。楽しんで。いいね。普通のミルクティーとロイヤルミルクティーどっちが好き？どっちも好きだけど、今飲んでるのはロイヤルミルクティー。あんまりなんか違いが分かってなかったんやけど、最近違いを知った。なんかなんだっけ、ミルクでこすかお湯でこすかみたいな、なんかそういうのだった気がする私も知らなかった。なんか違いが分からず、なんかいい茶葉なのかなって思ってたら、なんかこし方入れ方が違うらしいです。茶葉をお湯でこしてミルクに入れるか、そのままミルクでこすかの違い。でもちょっとまだ飲み比べとかしたことないから、ちょっとどっちがどうなのか分からないから今度はやってみよう暖房が稼働し始めてきたからちょっとうるさいかも。ピアルータイ定期購入見直します、ありがとう。今 U-NEXT さんで配信中ちょっともう一回飲むね。
伊予の助タイム。なんかあったかいものを飲んだ時にこの胃に落ちてく感覚まで分かるのが好き。ね、なんか寒い時にそういうの飲むの好き。食道通過の感覚、そう、それ。5月のリアニにおきちゃん出られるか楽しみしています。お、また何かご報告ができますように。ね、あったかいのいいよね。お腹すいたわ。なんかな、光が、目に光が入んないから暗いの。うん、もういっか、しょうがない。疲れは取れましたか？疲れね、疲れは、うん、取れたのかわかんない。なんか気持ちの問題な気がする。私は取れてないなって思うけど、わかんない、体は疲れ取れてるのかもしれない。なんかね、昨日疲れたから早めにショールームあったんだけど、すいませんね、壇上なんか読んでないことにめっちゃ気づかなかって、終わった後に気づいちゃった。そうでね、なんか疲れてるわと思ってベッド入ったんだけど全然眠れなくて、眠くはなかった、疲れてはいるけど眠くはないみたいな。だからずっとまあ動画見たりと、ね、その優雅な時間を過ごしてたんだけど、私はなんだこれ、眠いのか疲れてるのかみたいな、なんかよくわかんないなって、まあまあ今を迎えてますって感じかな。なんかでもメンバーとかと会ったら元気になるんですよ。なんか楽しいってなるんだけど、家に帰ってきた瞬間、ああ疲れた、疲れたのかみたいな、なんか二つの気持ち、疲れたのか、え、なんだこれみたいな、そういう感じですね。だからね、メンバーといる時にショールームとかできたらめっちゃ多分いい感じにできそうな気がするんですけど。スイッチがオフ病、どうなんだろう、オフなのかな。まあ多分可愛い女の子見たら元気になるのは当たり前かって思うね。うん、そりゃそっか、自己解決。大人数が好きとか、いや大人数は好きじゃないんですよ。メンバーは好きなんだけどね。だから割とレッスン場とかにいても 2,3 人で固まって話すのをなんかいろんな人と繰り返してるって感じ。でもみんなそうかも、どんな10人規模とかでがっつりいるってことはないけど、
だからなんか大人数とか騒ぐのが好きなんじゃなくて、もうただただ多分メンバーが好きなだけなんだと思う。ショールーム的にもカステラ食い的な企画も好きだし、ゆったりも好き。確かに。でも今日の夜とかなんかしたいけどね、なんか料理配信とか気力があれば。いや、なぜって言われたらね、あと40人か50人ぐらいでね、2万4000人いくんでね、フォロワーが。なんとかね、私も本当に来月にこういうなんか微妙な数字を持ち越したくなくてね、なんか気持ち悪いんですよ。前も言ったんだけど、意見まあ増えたらいいなって気持ちなんだけど、ちょっとダンス踊った後だから疲れてるかもしれん疲れてたらやんない、やれたらやりたいなって感じ。あと49人いけるかな。2日どうだろうな まあそれはね、別に達成できてもできなくても、まあ正直どっちでもいいんですけどね、まあできたらいいなぐらいの、そんな緩やかなノリでございます。というわけでちょっと窓めっちゃ暑い、ちょっと飲むね。おはよう、って、おはよう。そんな運を使ってどうしたん？スピンが見たい。スピンは今日はなんかダメだ。なんかむくんでるんですよ最近。むくみか腫れかわかんないけど。なんかもうパチパチしてるから。なんかただの寝たからむくんでるのか、花粉症で腫れてるのか、ちょっとよくわかんないんだよね。もともと腫れむくみ体質なんだけど、ちょっと一回ね落ち着かせて、ね、引くまでね。最近それ気にしてるね。なんかね、なんか鏡とか、あと自撮りとかは全然思わなかったんだけど、なんか自分の映ってる映像とか外からのカメラで見た時に、なんかめっちゃ顔パンパンって思って、すごいね、なんか最近ショックを受けたんですよね。それをね、花粉症のせいにしてるのもあるんだけど、多分花粉症のせいだけじゃないんだよね。なんか太ったのもあるのかもしれない。でもそれがね、今本当にショック受けてて、なんかね、って感じ。なんかもう見れんかったもん、 DMM 自分の写ってるとこ、待って、パンパン無理って思ってすぐ飛ばした。体重計、体重そんな変わってないんだけどな。現ちょっとなんか対策求むって感じ、特に何かできてるわけではない。リンパ流してるぐらい。プニプニが好き。いやー、もう最近それがコンプレックスになりつつある。朝はね、特にね、なんかこう鏡で見てもそれをなんか感じるなって思って、今まではね、なんか鏡って割となんかいい風に映してくれるっていうか、自分のこと
鏡で見る自分と人から見る自分違うなと思ってて、で、うん、でも最近は鏡ですらね、なんかあってなっちゃうから、ちょっと気をつけなきゃって感じですね。ほっぺを削ぎ落とさねば。鏡がね裏切ったらもうおしまいないよ。でも女の子あるあるかも。男性はどうなんだろう、思ったりしないのかな。人あるあるなのかな、こういうの。女子だけじゃないのかな。なんか鏡だといいじゃんって思ってもさ、カメラで見たらあれみたいな、外カメラとか見た時にえこれ自分みたいな。あもうね、なんだあれ、鏡で見るとさ、ちょっと映りいいんだろうね。あれさ、白雪姫のね、童話みたいな、本当に鏡は鏡さん状態、現象に名前をつけたい。ありそうだけど、名前、白雪姫現象みたいな、なんかないのかな。ね、魔女が住んでるから、魔女住んでる、本当に。美容室の鏡は細く見える気がする。でも全身のなんか姿見とかってさ、なんか細く見えるやつあるね。私の姿見もさ、なんか細く見えるんだよね。細く見えるやつを買ったのかわかんないけど、なんか細く見える気がするんよ。よく確認するんだけどさ、体とかも鏡見て、なんか細くなったかなって思うんだけど、これってなんか細くなる鏡なのかなとかちょっと思っちゃったりとかして、信用できなかった。これは真実じゃない。理想を映し出す鏡、鏡の世界に行きたいな。家だと脳内補正でよく見えると聞いたことがある。何の補正なんだろうね。何補正なんだろう。ちょっとミルクティー飲もう。はあ、ちょっと息。おはよう。ミルクティータイムズ。左右反対に見慣れてるから写真だと今違和感を感じるらしいよ、今調べたところ。なるほどね。たまにね、なんか自撮りって左右反転になるじゃないですか。でこうなんか本とかとこう自撮りした時とかって文字が反転してるから、その自撮りを反転させて本来のなんか形に戻す時があるんだけど、その時の自分の違和感すごいもん、あれみたいな。あれ私こんな顔してたっけみたいな。なんかさ、これもさ、このショールームの映像もうちカメラだから自撮りと一緒なんだけどさ、自撮りだとさ、私こっちの顔が好きなんですよ。こっちの顔がこう撮るから、まあ、斜めを向いてるわけではないけど、この携帯をこう横にしてここにカメラがある状態でこう撮ったら、こっち側が多く映るわけですよ。
でもそれを反転にしたらこっちの顔が大きく映るんですよ。私こっちの顔がね嫌いなんですよ。だからね、なんか反転を直した時にえなんじゃこりゃってなっちゃうなんじゃこりゃって感じ。っていうのはありますね、あと DMM も私下手にいることが多いんですけど、下手から映されたらこっちが映るんですよ。こうステージに立ってるからこう来るわけですよ、カメラが。だからね、なんか下手が多いから映される時ほとんど下手なんですけど、こっちの顔が映ってて DMM で確認した時にうわーこっちを映してくれと思って、で上手にいた時にこっちを映されるんですよ。そしたらなんか映りがいいんですよっていう、まあ、自分のこだわり。映すんだったら正面かこっちにしてほしいっていう謎のこだわり。やけんね、ミュージックビデオ僕はこの海を眺めてるもうバスでリップシーン撮ったんですけど、右の席か左の席どっちに座るって言って右に座りますって言って右側に座ってこっちからしかもうカメラが当たらないようにしてるデブリです。なんか鼻の角度、鼻が別に曲がってるわけではないけど、なんかこっちの鼻こう見た時のね鼻もなんかちょっと違う気がするんでね、もう常に ここがベストって感じなんかね、なんだろう、目はもうこっちは特に嫌いなんですけど、なんか鼻もなんか若干うーんみたいな。いや一緒なんだけどね、一本だからさ、鼻は鼻は一本だから変わらないんだろうけど、なんか違う気がするって思って、そう自分の顔をね分析だから私が前髪こっちに分けてるのもこっちの顔があんまり好きじゃないから、このこれで目がちょっと隠れるんですよ、ここなで、こうしてるので、でこっちはこうね、私の公式の髪型はこうなんですけど、常にこのアーシャを見てもらったら分かるんですけど、こうなんですよ。こっちはこっちから撮られてもあの横からでも顔が目とかが見えるように、こっちは少なめで耳かけをしてることが多い。でこっちから撮られても何にも見えない、本当にいいから DMM の時にこっちから撮られて何にも見えないみたいな現象が起きてしまう、顔にこっちから見た時になんか私こうやって歌ってたら鼻しか見えてないみたいなことがあって、あちょっとポニーテールとかにしときゃよかったかなって生誕祭の時思った。ポニーテールとかだとね、まあ見えるっちゃ見えるんですよ、あんまり好きじゃないんだけど、うんって感じですね。本当にそんぐらいこだわりはあります。右側だけ反転させて右側と左側の写真を合成したらなんか変なことになりそうじゃない？たまにそういうアプリあるけどさ、なんかこう鏡みたいな、なんかちょっとお腹鳴った今、そう、前の顔のお顔のねちょっとお話でした。おみつも配信始めました。おみつ
昨日会ったのにあんま話せなかった。話したけど。Nice to meet you。 この間みつさんが可愛かったのが、なんか僕恋のレッスンがあって、全員揃ってたのかな、出る人も出ない人も一気ドラさん全員揃ってて、23人ぐらいがレッスン場にいたんですよ。で、次の明日の公演のレッスンをしてて、その時はだから空花さんが出るんよね。じゃあみずさんはさ、なんか後ろの方で一人で踊ってたんですよ。なんかそのポジションに入らずに、で、まあ、時折話しかけに行って、私はその後ろの方に、で、なんかみちさんがなんかなんかコッコとマイキューが話してたら、話してるのを見たらコッコに何を言えばいいんかわからんくなるみたいなことを私に言ってきて、え？みたいな、ワクワクみたいな、私がワクワクし始めて、なんかさっきコッコが来てくれたけど、なんか冷たくしてしまって、そしたら従順なスレーブの時に目が合わんかったみたいな感じで言われて、えみたいな、えちょっとそれ待って、えみたいな言って、なんか冷たくしたらどっか行ってしもって、そっから目が合わんくなったみたいな、なんか言われて、なんかね、気のせいかもしれないけど、ちょっとね、若干ね、なんか、落ち込んでるって言ったら、いや落ち込んでないみたいな言われたけど、なんかちょっとなんか悲しそうだったんですよ、その時で。なんか何それ可愛いって思いながら、すごい、あの血はダメなんだけどね、その悲しんでる人の前でそう思うのはね、なんかすごいキュンキュンしながら、まあ、踊ってて、したね。でもその後はなんか仲直りしたみたいで、ショールームでその話してたから言ってもいいやと思って言いました。かわいいよマジで、ガチ恋なるわあんなん見たら、なんか、うん、なんか本当に彼女にしたいって感じの性格してるあの人は。みちさんね、おみつ悪い女やで、おみつは悪い、確かに人たらしって感じがする、人たらしだけど、うん、ソラハとかを見てたら本当にねえ、人たらしだなって思う。なんかね、多分あれだね、本気になんかさせてくるけど、多分本気になったらなんかそういう目で見てないよって言われそうな人って感じ、イメージ、あざといとはまた別なんだけど、なんて言うんだろうな、天性のたらしって感じ、天然たらし、天然たらしや、うん、転がされてる、もうコロコロですよ、ボーリングですよ。もうソラハが本当に怒るから、ちょっとあんまミチさんの話するのやめとこう、
コッコちゃんもそんな感じする。コッコさんは同性たらし、たらしっていうかなんだろう、なんか女が女性が好きになる女性、なんか違う、ナナさんとはまた違う、なんかこう本当になんか姉子って感じ、うん、なんか新入社員とかがいたら、新入社員とかがいて一人でいたら何しよっとってこう横に座ってくるタイプ。何しよっと、なんか気使ってとかじゃなくて、なんか本当に普通な感じでやってくるイメージ。ココさん広島に来て結構長い、5年ぐらい経つのに全然佐賀の方言抜けないからめっちゃ可愛い。佐賀弁が出る、ナンバショットみたいな、ナンバショットじゃないな、なんしよっとみたいな、とっととっと言っとるイメージがある、語尾が。方言かわいいね、方言かわいい、珍しいよね、あんまり。だいたいみんな広島弁じゃけんさ、なんかじゃけじゃけみんな言っとるけど、九州、まあ今は2期生が多いかったけど、前は九州あんまいなかったから、うん、すごいなんか私も周りに九州の方言使う人あんまいなかったから、すごいなんか珍しかった、かわいいって思った。ドゲン、あ、ドゲン言うね、本当にね、方言の無法地帯って感じ。でもまあそんなにめちゃくちゃイントネーションでバリバリ違うみたいな人はいないかな、うん、でもなんかいろんな方言が混じってる、方言無法地帯でございます。岡山の方言出ないね、岡山ね、メンバーと話してたら割と出る、タメ口のメンバーとかだと、うん、やっぱ広島だとね近いけね、なんか結構出やすい環境ではあるけど、まあ歴代の岡山メンバー、さっきさんとか2期のミリネタンよりは少ないと思う、多分、うん、ほぼ広島と変わんないです。ジャキンジャキン言ってます。8時になったら終わります。8時、あと20分、そうだね、あと20分だったら終わります。メール書かなきゃ、了解じゃけ、なんか使い方おかしくない？了解じゃけ。
なんか使い方おかしい気がする、多分違う気がする。方言指導、わかんない、私の正しい方言がちょっとどれかわかんなくなってきたけど。ママそんなんじゃないっけ、それココアさんなんだっけ、昨日ココアさんにこれ絶対シュールームで言うじゃろみたいな言われて、じゃあ言いませんって言ったことがあったんだけど、なんだっけな、めっちゃ大したことじゃないんだけど忘れちゃった、なんだっけ、なんかレッスン中にあったんだよね、何の話しててそんなことになったんだっけ。別に私は言うつもりなかったんだけど、ココアさんが絶対これチュールームで言うじゃろみたいな言われて、あーみたいな、ショールームでじゃあ言おうかなみたいな思ったことがあったんだけど、何か忘れちゃった、何だったんだろう、本当に忘れちゃった、何だっけ、ちょっとまた思い出したら言います。思い出せてよかった、ちち僕はこの街を照らした、思い出したら、確かに思い出すほどのことでもなかった気もする、うん、まあまあまあ、いずれね、なんだっけ本当に忘れちゃった。今日は2期生の僕隊か、僕の太陽公園か、見たいんよね、いつか生で、生で見たことないんよ。そして明日は僕の恋の、僕たちの恋の予感公演が昼夜2回あります、よろしくお願いします。昼入る、おお、いいですね、楽しんで、土日ずっと DMM いいね、そう、もう有観客、どっちも。4月はね、課外活動初めての有観客、セルアミもだし、もうなんかずっと配信でやってたやつをね、有観客でやるからちょっと楽しみだね。今日の昼公演は DMM ないんだよね、あ、そうなんだ、生誕とかじゃないからか、客席のシーンどうなるのか気になる。でもなんかもともとセルアミはなんか有観客でもやる予定だったから、なんか無観客の時は船を使うしみたいな、なんか2つバージョンで稽古してた記憶があるから、うん、有観客でも臨機応変に対応できる気がするぜ。あれ結構大変なのよ、あの客席使った演出って、めっちゃカメラの位置をさ、めちゃくちゃ何回も何回もリハーサルして、一応無観客公演だったけどさ、なんか関係者とかはめっちゃ見に来てるんですよ、メンバーとか、だからさ、もうメンバーとか関係者とかを一番後ろにして、でなんか見えないようにすごいすごいよね、カメラさんって、いろんな人になんか本当い
ろんな人が関わってくれてるよねって思いますね。セレアメの時のお芝居してるココアさん好き。あー、わかる。だからココアさんの演技のさ、なんか癖、歌もそうだけどさ、なんか息継ぎのタイミングが結構なんか独特っていうか、すごいそれをね感じるから、いつかセルアメまたやるとき見てほしい。ちょっと今セリフもう覚えてないから真似できないんだけど、結構息継ぎが1行の1,2,3 行のセリフの中でめちゃくちゃ入るんですよ。だからなんだろう、人よりめっちゃ深刻そうに聞こえるなんか、なんだろう、多分本人そのつもりないけど、多分なんかすごい、なんて言うんだろう、なんか役としてね、冬落ち着いてってなっちゃう冬落ち着いてみたいな、冬だっけ、冬か、冬って役なんだけどね、なんか焦ってるじゃないけど、そういう風に聞こえる。なんか役としてめっちゃいいなと思う。冬が落ち着こうってなる、ふうさんとずっと言ってた、ココアさんたちの稽古見ながら、あ、落ち着いてって座りながら、なんか後ろの方でこうやって体育座りして見るんだけど、あ、冬落ち着いてって二人で言ってた。結構なんか演出家の人からは注意されてたけど、私はめっちゃ好きなのよね、それが、なんかココアさんって感じがするから、ちょっと注目してください。あれでも出ないわ、リコチか、一気に既婚後なんよね。そうだ、前回出た人は出ないんだ、チコリータだ。楽しみ。お腹空いた。何食べようかな。ビニコン、ビニコン。でもね、絶対ね、なんか有観客だったらね、もうファンの人泣いちゃうと思う、多分。もう私ね、何回もさ台本知ってるしさ、何回も稽古中同じシーンを何十回見てきたのにさ、何回でも泣いちゃうよね。なんかセルアメのさ見てたら、なんかその場にいたらさ、なんか泣けちゃう。画面越しじゃなんかわかんない、なんか臨場感じゃないけど、もう多分泣いちゃうと思う本当に。あの人なんて特にさ、メンバーに思い入れがあるけ、うん、私はもういつもうるうるしてた。メンバーが変わるからまた違う空気感になるのかな、楽しみだ。雪玉ありがとうユーフォニアムさん
ありがとうございます。日常に本気で泣ける時間も必要やな。わかる。私この間さ、なんか泣きたくなって、泣けると言ったらっていう私の定番がやっぱりクレヨンしんちゃんの大人帝国だからさ、久しぶりに見たんだけどめっちゃ泣いた、一人で夜中に。ありえないレベルに号泣したんだけどあ、ダメだ。でもなんかすっきりした、いい感じに泣けて、うん、大人帝国やっぱいいね、うん、なんかわざと泣きたいときは見れますね。回想シーン、そう、ヒロシの回想シーンをめっちゃ泣けた。泣いてるオキポ見てみたい。めっちゃ静かに泣いてるよ。こうやって見ながら、もう寝転びながら見てるから、もう重力でこうじゃなくてこう落ちてってる。ずっと横に落ちてってる。なんかすっきりした、うん、そういうの大切。最近メンバーはなんか映画を見に行ってて、泣けた泣けた言ってますね。花束みたいな恋をしようみたいな恋をしただったかな。結構もう本当に5、6人以上は見てて、メンバー、うん、映画なあ、そんなに泣けるんやって思ったんですけど、女子それ好きすぎ。確かに、どうなんだろう、うん、あ、花束みたいな恋をしたか。私あんまね、なんか恋愛映画とかあんま見なくて、本当に好きな少女漫画とかの実写だぐらいだったら見に行くんだけど、うん、映画はね、ホラーとコナンくんが多いですね、基本。映画館まで行くってなったら、うん、私もね、あともうちょっとでコナンくん見れるし楽しみ。ホラーも好きなんか一時なんかもうホラー映画しか映画館で見ないっていう時期もあったから、高校生ぐらいの時、もうなんか映画館が怖いものって認識してたお化け屋敷と一緒の感覚だった。1時55分、そろそろ終わろうかな。じゃあ、ミステリー、あー、でもなんか映画館で見ることあんまりないかも。 DVD とかで見ることはあっても、うん、じゃあちょっとランキングを読もうかな。チュンチュンしてるね、チュンチュンしておられますね。男女を読みたいと思います。13位から読みます。13位、としきさん。12位、ちゃんちゅんさん。10位、とわさん。9位が、ばんぶしさん。8位、とっきんさん。7位、パパパンダさん。6位が、あおあおさん。
5位がパチロクさん、4位が平行さんでした。13位から今までの皆さんありがとうございました。めっちゃカラス鳴いてるちょっと一緒に呼びたいけど今日 声が近い気がする。3位がトートさん、2位がトニさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。ああちょっと窓開けれない寒い。ダメだ声量が足りん。たまに会話できるんですよ本当に。あの声量さえあればね。今でもちょっと声出せないのでちょっと大きい声は出せませんか。前に窓からカラスに対して泣いた配信してた。そうでもねなんかやっぱ近所迷惑だよってすごいその時コメント来てて自分でも確かにと思ったのでなるべく控えてる。家で一人でやるのはなんか外とか歩いてて誰も人がいなくてメンバーとか周りに人がいたらたまに今からカラスと会話するよとか言ってああって言ってる時はあるんだけどちょっとやっぱ隣の人にも迷惑かかるからあんまりね家ではしないようにしてる。大きい声出さないとダメなんですよカラス呼ぶには。カラス2そうだよ。鳥とね鳥とねってなんだよね。カラスって7歳児の能力らしい。え結構頭良すぎるねそれは。でもカラス頭いいもんな。7歳はすごい。小学校入学できる。頑張れば。すごいな。ね。鳥とかは頭いいですよね。じゃあそろそろ終わろうかな。また午後に。お会いしましょう。レッスン頑張ってきまーす。見てくれだったありがとうございました。朝から、まあ、お仕事学校ある方は頑張って休みの方は楽しんでください。というわけでなんかというわけでって言ったらさ今日も元気にいってらっしゃいってなんか目覚ましテレビ言いそうになるんだよね。でもちょっとパクリは良くないのでいってらっぽー。バイバイ。ありがとう。